その時2階から男とも女ともつかぬ悲鳴が聞こえてきた。おーって言わなかった今。ヤイチュウみたいな。なんだ。小林さんはろうそくを持ち階段を上り始める。なんだなんだ、ドタバタバタ。僕も含めて何人かが後に続く。ヒュー、トムとジェリーみたいな。ヒュー、田中さん、田中さんですか。小林さんは震える声で呼びかける。悲鳴はあの人のものだったのだろうか。のぶとかったからね。小林さんは田中さんの部屋のドアをノックした。何かあったんですか田中さん。どうしたの。鍵がかかっていなかったらしく、小林さんはゆっくりとドアを開ける。おまち化粧うまくいかなかった。部屋の中ももちろん真っ暗だった。小林さんがろうそくの明かりをそろそろと中へかざすと、倒れているらしい人間の足が見えた。おかまち。真っ赤なハイヒールを履いた2本の足。明かりが戻った。おかまち。女の子たちは悲鳴を上げた。彼女は血のように赤いイブニングドレスに着替えていた。深い襟元からは筋肉質の胸が見えていて、太い足はストッキングを履いていても毛深いことがはっきり分かった。殴られた青あざのような青シャドウに彩られた目は驚いたように見開かれている。その人死んでるの。マリが声を潜めて誰にもなくたもなく尋ねる。小林さんはかぶりを振って近寄ると、田中さんの肩に手をかけて揺さぶった。もしもし大丈夫ですか。何の反応もない。やはり死んでるようだ。おこまち。殺されたのか、それとも。ふと彼女の左手を見ると小さな板を掴んでいる。その板にべっとりと血がついていた。誰だ。次郎さん、マリじゃない。この板は一体ダイイングメッセージじゃないの。突然一つの考えがひらめいた。ザワ、まさか。どうしたのトール。オカマが血のついた板を握って死んでるということは、カマイタチ、カマイタチ、カマイタチ。バザーイ、バザーイ。いや、人が殺されてるのにバザーイしてる場合ではない。どんちゃかちゃ。僕はみんなの顔を見回していった。さて、こういう場合犯人はこの中にいるものと相場は決まっています。田中さんが視力を振り絞って指し示した犯人はきっとこの中にいるのです。皆さん談話室に集まってください。おっと、手慣れてんな。談話室に集まると、僕は一人一人の顔を見つめた。ふと見ると一人の男が忍び足で玄関から出ていこうとしていた。誰。黒ずくめの格好をしてスキーマスクをかぶり、手には血のついた包丁を持っている。犯人じゃん。全く知らない人だ。おお、犯人だ。これ全く知らない人で。全く知らない人だ。失礼ですが、あなたは。僕は大声で呼びかけた。突然みんなの注目を浴びた男はしどろもどろで答えた。俺は。もにょもにょ。待って、当ててみましょう。その包丁を見れば明白です。あなたは、そう、通りすがりの魚屋さんですね。いや、俺はあいつの後をつけてきて。やってんじゃん、こいつ。言わなくてもわかります。この吹雪の中、魚を配達して回るのは大変ですから、当然スキーマスクは必要でしょう。それで全て説明がつきます。 What? ということで、この人は除外していいでしょう。 What?まさか通りすがりの魚屋さんがペンションの客を殺すはずもありませんからね。節穴。さて、残る人間の中に犯人はいるはずです。あ、今出た。田中さんが殺されたと思われる時間のアリバイを調べる必要があります。今犯人出たよ。だって悲鳴が聞こえた時にはみんなここにいたんじゃない。いたいた。マリの言葉に僕は首を振った。なんでやねん。いや、あの時は停電してたからね。こっそり2階に上がることだってできたはずだ。どうないやねん。私がいたのは確かだぞ。ろうそくを持って上がったのは私なんだからな。小林さんはムッとした様子で言った。確かに。では小林さんも除外しましょう。うん。私たちだってずっと一緒だったわよ。ね、あ、そう、そうよそうよ、一緒だった。そうよ。女の子3人は口やかましく騒ぎ立てる。友達や夫婦の証言だけでは信用するわけにはいきませんね。どなたか彼女たちがずっといたことを知っている人たちはいますか。
はい、オズオズと二人が手を挙げた。すぐ手を挙がったいじゃん。トシオさんと緑さんだ。すぐ。なるほど。ではこの三人のアリバイも認めましょう。そうやってアリバイ確認を続けた結果、不思議なことに全員にアリバイがあることが分かった。もういないもん、犯人。不思議なことに。ねえ、はあ、これは妙ですね。このままだと誰も田中さんを殺せなかったことになる。魚屋さんに疑問を持つ人はいなかった。黒ずくめの魚屋が突然そわそわし始めた。まだいた、まだいた。あ、ちょっと だから、それは俺が罪悪感があるのかな。あなたには関係のないことですから、黙って僕の謎解きを見ていてください。こんなに見過ごされようとすると気まずくなるのかな。謎解きって、トールには何か考えがあるの。もちろんあると思う。これは、そう、トリックを使ったんだ。もちろんそうだ。むしろ、どんなトリック？それを今考えてるじゃないか。思いついてから言え。そう、悲鳴が聞こえた時みんな下にいた。つまりこれは、遠隔殺人だ。あ、そうか。遠隔殺人？どうして？そう、1階にいたまま2階にいる田中さんを殺したのさ。だからそれどうやって？一体どうやって？例えばこっそり田中さんの足に紐を縛り付けておいて、ここまで引っ張ってくる。で、そして停電するのを見計らって思いっきり引っ張るんだ。停電しなかったらそんな紐見えちゃうじゃない。もちろん停電は犯人の工作によるものなんだよ。小林さんがボソッと言った。でもドアは閉まってましたよ。終わった。僕は何も言い返せなかった。助けて魚屋さん。考え方を変えましょう。魚屋もっと知ってほしい。いいですか。田中さんはかまいたちを意味するダイイングメッセージを残しました。これが誰かを指しているかを考えれば犯人はすぐに分かるはずです。それは俺のまたしても関係のない魚屋が口を挟みかけたので僕は睨みつけてやった。関係のない魚屋本当関係ないかな。もちろんこんな名前の人間がいるわけはありませんが、外見とかそういった何かがかまいたちに似ていたのでしょう。かまいたちに似てる人ってどういう人よ。それはやっぱりイタチに似てるんじゃないかな。僕はそう言ってみましたが、イタチに似てると思える人はいなかった。待って待って待ってくれ待って。はい。突然みどりさんと敏夫さんが同時に声を上げた。手上げてんのおもろい。俺聞いたことがあるんだ。同時に喋ってステレオ気分だ。素晴らしい。かまいたちっていう妖怪は3匹で1組なんだって。最後は綺麗にハモった。かわいいこいつら。はい。みんなの目が OL3 人に集中する。ちょっと待ってよ。私たちが3人でやったって言うんですか。川村明が怒ったように見返した。そんなこと言う、ああ待って、そんなこと言うんだならこっちも言わせてもらいますけどね、あなた結構イタチに似てるわよ。言われちゃったよ。トール、あ、みんなで喧嘩してる。誰が何をブス。タヌキみたいな顔してるくせに。タヌキ、わぁ、なんだこのトスバ。わかんない、なんか大変なことになってる。論点がずれてしまってるようだ。どんちゃん。まあまあ、二人とも今問題なのは殺人事件なんですよ。うるさいわね、今それどころじゃないのよ。喧嘩中。同時に怒鳴られたので睨み合いを続ける二人は無視することにした。似てないってのは難しいですから、見方を変えましょう。香山誠一、香山誠一、この名前は結構かまいたちに似てると思いませんか。無理やり。うん、似てるわ。お、止まり。そら苦しいわ、いくらなんでもそれはないで。ねえ、香山さんが慌てて反論する。そう思う。突然魚屋がわめき出した。やめてくれ。お前ら静かにいろ、人の話を聞きやがれ。一瞬時が止まったかのような静寂が談話室を支配した。突然わめいたりして、一体あなたは。うるさい、俺のこの格好見てわかんねえのか。俺があいつをやったんだよ、この包丁で刺し殺してやったんだ。またまた、そんな冗談言っても受けませんよ魚屋さん。俺は魚屋じゃねえ、これはあいつを殺すためにキッチンから取ってきた包丁だよ。
魚屋じゃなかったのか。どう見ても魚屋にしか見えなかったのに。どこどう見たら魚屋に見えるんだ。目が腐ってんのか。俺はスナックでバーテンやってんだよ。バーテンやってるなまり方。でも一体なんだあの人。ああ。恐る恐る尋ねると彼はふっと悲しげに目を捨てた。お、ここからなんか語るぞ。行くぞ。あいつは俺を騙しやがったんだ。一人でうちの店に来たもんだから相手をしてるうちに俺たちは恋に落ちた。おかまっちに。うげーという声があちこちから聞こえる。おかまっちいいやつだったのかも。でもあいつは一言も言わなかったんだ。自分が男だってことを。気づかなかったんだ。なるほどね。あの男だってことは見てわからなかったんですか。あんな綺麗な男がいるわけないと思ってたんだよ。好みだったんだね。好みね。わかってるさ、俺がバカだったんだ。あれが綺麗。まあ、好みがあるからね、人には。まあ、タデクウムシも好き好きって言うし。でも、本当は今でも愛してるんだ。みなこちゃん。みなこちゃん。魚屋は、じゃなくて、バーテンは包丁を床に落とすと、おいおいと泣き始めた。なんで殺しちゃったの、ね、僕はうなずきながら言った。なるほど、美しくも悲しい愛の物語だったわけですね。すべて僕の推理通りだったことが分かりました。この口がどこがやねん。誰だ、加山さんかな。しかし一つだけ分からないことがあります。あのダイイングメッセージは一体何を示していたのかということです。あれはあれは俺の名前だ。名前？名前？全員が驚きの声を上げた。そうだよ、俺はカマイタツロって名前なんで、みんなにカマイタチって呼ばれてんだ。なるほど、名前ではないと思ったのが盲点でした。外では相変わらず吹雪が激しく降り続いていた。カマイは行くに崩れ、声を押し殺して泣き続けている。今回の事件は僕がこれまでに解決した事件の中で最も難しく最も悲しいものでした。僕はこの事件をオカマの、いや王の悲劇と名付けたいと思います。その時階段の方から声が聞こえた。あら皆さん、こんなところで集まって何やってらっしゃるの。振り向くと階段に死んだはずのオカマ、いやいや田中さんが立っていた。オカマッチ。おお、名前ダメ。みんなを許してくれ。念仏なんて唱えて何よ、気持ち悪いわね。まったく停電はするし、暗闇で誰かをぶつかってくるし。ぶつかってって、じゃあぶつかっただけなんですか。気絶してただけなんですか。僕は気を取り直して尋ねた。来てた。ぶつかっただけじゃないわよ。私は上も生きる後ろに転んじゃってさ、ベッドのカードで頭ぶつけたわよ。痛いね。コブになっちゃったわ。かわいそう。田中さんはずれたカツラを直しながら後頭部をさせる。じゃあ包丁は。僕は混乱しながら聞いた。包丁そんなの知らないわよ。でもそういう私のグッチのハンドバッグがざっくり避けてたんだけどな。グッチ。なるほど、暗闇で狙いが外れ包丁はバッグに突き刺さってただけだったのか。でも違う、僕が添いかけた時小林さんが床に落ちていた包丁を拾い上げじっくり舐め回した。舐め回も眺め回も。こりゃ私の包丁だよって、私のセリフじゃないよ。こりゃ私の包丁だよ、鶏を締める時に使ったんだ。もともと鶏の血。じゃああの板についてた血も鶏の血がついてたものだったのか。マリが笑い出した。よく考えてみりゃさ、あの真っ暗な中なんだから犯人の顔も見えるわけないし、ダイイングメッセージなんて残せるはずがなかったのよね。まったくとんだ名探偵だこと。僕は何も言い返せなかった。みなご生きてるんだな。本当に生きてるんだな。その声は達郎ちゃん。なんでこんなとこにいるのよ。田中さんはちょっとドギマギした様子で立ちすくむ。カマエはスキーマスクをむしり取ると田中さんに駆け寄った。
俺が悪かった。もう一回やり直そう。え、何言ってるの？私はあなたにふさわしい女じゃないわ。鼻から女じゃないだろう。喉まで出かかった言葉を飲み込んで黙って二人を見ていた。偉いね、空気読めて。もういいんだ、俺にはお前しかいない。達郎ちゃん、美奈子。二人は見つめ合い顔を寄せ合う。僕たちは一斉に顔を背けた。何が行われたのかは見なかったが、その音だけはペンション中に響き渡った。ここちゃんと音の原因あげとこう。あれはそう、ちょうどトイレの詰まりを直すラバーカップの音のようだった。僕はこの事件は王の喜劇に訂正しなければいけないなと考えていた。終わりです。あ、そっか。あ、お茶飲む時間だ。あのですね、あとエンディング自体は撮って2個3個で終わりなんですよ。はい、終わりなんですがですね、ちょっと困ったことがあって。はい、かまつやりますよね。やります。かまわんで見とかなきゃいけないシーンがあるんですよ。はい、見たいと思いますが、エンディングじゃなくて、はい、通り道なんですよ。ああ、ええ、行き方を覚えてないんですよね。ほう。ちょっと話を触れると、はい、トモさん覚えてるかもしれないから喋るんですけど、はい、食堂でご飯が美味しくないルートあるじゃないですか。はい、ええ、あれ見なきゃいけないんですよ。ああ、難しくないですよ。どこ？あれどこでどう分岐したかなっていうのがいまいち。なんすよね。次回までに私が個人的に探しておくというのはどうでしょうか。ありがてー。イエーイ。バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ、バンザーイ。ジェニーも見てる。ジェニーも祝福してくれとる。なので、はい、今回はここまでとして、はい、次回ちょっと短い時間ではあるかと思いますけど、はい、暗号編をやって、はい、終わりがキリがいいんじゃないかななんて。わかりました。じゃああれですか、その見ないといけないところっていうのを、まあ私が探しておいて、で次回の一番最初にそれを見た上で暗号ですか。でいいと思います。わかりました、探しておきますね。なので逆に言うと、はい、次の次の収録回では、はい、カマツーですね。そうですね。でカマツーは主役がお二人になる。そうですね、私も初見なんで。ねえ、タロちゃんもおめでとうございます。おめでとうございます。あのぜひともね、本当にね、トモさんとカマツーの感想を語り合うのは楽しみにしてたので。なるほどね、コントローラー落としちゃった。うん、うん、私としても非常にカマツーやるのは楽しみですね。なるほどね。あ、はい、というわけでございまして、ちょぽんって言った。ひでえ終わりだ。というところで一回テープチェンジじゃないかなと思います。はい、お疲れ様でございました。はい、お疲れさんでした。